ヤッホーマミです。今回はワンチャンスフェスティバルについて皆さんにいろいろ解説していきたいと思います。このフェスは、通称ワンチャンフェスと呼ばれてて、主催してるのがワニマです。今年初めて行われるイベントになってます。開催場所が熊本県の熊本農業公園カントリーパークというところであります。で、開催日が9月の3日4日の 2days になってます。チケットが1日1万円です。で、2days 投資券が1万9000円になってます。公式発売がもう終了しててソールドアウトしてて、8月の29日から31日の間に公式のオフィシャルリセールというものがあります。で、このリセールって何かというと、チケット持ってたけど行かれへんくなった人が行きたい人にこう公式でチケットをトレード交換するみたいなシステムになってます。どんだけチケットを持ってる人が行けなくなってチケットを譲りますっていうかによって倍率は全然変わってくるから、ここで取ることはまあ結構難しいんじゃないかなと個人的には思ってます。一応31日まではチャンスあるので、行きたいと思ってる人はリセールに申し込むのがいいと思います。そしてアクセスです。アクセスやねんけど、車来場の人、会場に駐車場はありません。駐車場はないねんけど、このワンチャンフェスが臨時の駐車場を作ってくれます。なので車の人はそこに止めてほしいねんけど、ここがちょっとややこしいところで、車組臨時の駐車場に止めます。その臨時の駐車場から会場までシャトルバスが出てます。なのでこれを利用していただく形になります。会場の駐車場や周辺の駐車場とかはもう一切使えなくなってて、もし使ってるのが発見されたらもうレッカーで持ってかれるらしいので、皆さん絶対に車組は臨時の駐車場を使ってください。で、臨時の駐車場に停めた人たちは、シャトルバスに乗って会場まで行くねんけど、シャトルバスの所要時間が20分ぐらいになってます。なので車で行く人は必ずその駐車場に停めてシャトルバスで会場まで行ってください。駐車場代とシャトルバスがついた券が4500円で販売されてます。なので皆さんね、車組はそれを買って行ってほしいなと思います。そしてバイクやチャリは無料の駐車場を用意してくれるそうです。場所は当日案内看板を見て止めに行ってくださいって書いてありました。だからまだ決まってないらしくて、当日会場周辺まで行って駐輪場どこやろうみたいな感じで看板を持ってる人がいるのか、看板が立ててあるのかが分かれへんねんけど、それを見ながらここに止めんねやっていう形で止めに行ってほしいなと思います。そしてシャトルバスが2箇所から出てます。1つ目が熊本桜町バスターミナルです。こっから会場までは、バス乗ると50分ぐらいかかります。そしてもう一つが九州三高バス光の森営業所、こっから会場までは20分となってます。料金やねんけど片道1500円になってます。で、これは片道ずつの販売しかないから、行きと帰りの2枚分買う必要があります。なので行き帰りで買う人は1500円を2枚買ってください。で、当日やねんけど、バス乗り場でバスを待つのにも結構時間がかかったりとか、バス乗ってる間も50分と20分って書いてあるけど、ほんまにその時間に着くかっていうのは道の混雑具合とかもあるから結構読まれへんってことが書いてありました。なので朝一のアーティストを見逃す可能性とかも多分余裕で出てくると思うのよ。だから朝一が見たいアーティストとかやったら、もう多分結構早めにバスに乗り込んどいた方がいいんじゃないかなと思います。多分本数もそんなに出てないと思うのよ、シャトルバスの。皆さん早め早めに。で、帰りも一緒です。帰りも多分乗るまでに時間がかかったりとか、帰りの渋滞とかでバス乗れたとしてもバス停に着くまで結構時間がかかったりすると思うので、時間には皆さん余裕を持って早めの行動をおすすめします。そして電車組は三好駅から徒歩20分です。で、個人的にはこの三好駅から徒歩20分が一番早いんじゃないかなと思いました。なんかこのアクセスの説明をさ、バーって読んでて、なんかやっぱ車で行ってもシャトルバスに乗り込まなあかんし、シャトルバスはシャトルバスで行くねんけど、やっぱその当日の渋滞状況とかによって着く時間がすごい前後したりとか、バス乗るための待ち時間っていうのが多分すごい発生したりとかするから、個人的には歩くのが一番手っ取り早いんかなってちょっと思いました。20分ぐらいやったらギリ歩けんこともないかなと個人的には思うので、皆さんね、どのプランがいいかしっかりと考えて当日ね、会場に向かってほしいなと思います。そしてこのフェスは電子チケットとなります。なので事前にね、チケットをしっかりダウンロードしてスムーズに入れるようにしておいてください。特にアプリのダウンロードとか情報入力ってことはないので、とりあえず電子チケットを持って
会場に向かってください。で、会場に着いたら、チケットをこう見せたらリストバンドが配られます。で、そのリストバンドはなくしたら再発行できひんし、人に譲ったりとかもできません。なので、もらったら自分の腕にしっかりとつけてください。で、あんまりきつく締めすぎると、その日一日血止まりそうってなるから、なんか腕振っても、リストバンドが飛んでいけへんぐらいの緩さでつけてほしいなと思います。そしてグッズやねんけど、公式グッズと各アーティストのグッズ、両方販売があります。で、このグッズの販売時間が朝9時から夕方の6時、18時までとなってます。朝の9時から12時までの間、この時間帯は整理券方式となってます。で、この整理券がもうすでに配り終わってるのか、これから配られるのか、それとも当日に配られるのか、ちょっと分かれへんかったんやけど、まあ、9時から12時までの間は整理券が発行されるみたいです。だからその整理券を持ってる人しかグッズを買えないっていう感じになってるので、まあ、その時点でグッズが売り切れるっていうことも全然あり得るので、ワンチャンフェスでグッズを買うっていうのは結構難しかったりするかもしれないです。そこだけね、しっかり注意しておいてほしいなと思います。そしてクロークがあります。このクロークは荷物預かり場みたいな感じで荷物を預かってくれる場所やねんけど、まあ、料金が1日1500円です。で、容量が45リットルです。45リットルのビニール袋を渡されるので、その中に荷物を入れて上の口が閉まったら預けれます。閉まりきらへんかったら預けれないので、閉まりきる量を預けてください。1日中出し入れは自由となってます。なので、まあ、充電器とか入れといて充電なくなったら行って取り出すとか、なんかそういう使い方をするのがすごいいいかなと思います。そしてマッピングがこんな感じになってます。今回このフェスはワンステージになってます。で、ステージマップがこんな感じです。結構縦長の会場になってて、このステージエリアはそんなに広くないねんけど、まあ、とにかく縦長やから結構な見やすさ的にはどうやろうってこのマッピング見てちょっと思いました。で、航空写真とかも見て、まあ、こんな感じやってんけど、まあ、なんか横幅がそんなにないから横から見るってことはちょっと難しいのかなと思います。で、まずこの赤の部分がステージ前エリア、ここが前方エリアになってます。で、ここは事前抽選になってて、もうその抽選終わっちゃってんねんけど、事前抽選で当選した人たちは多分フットポイントか何かが足元マスかななんか分からへんねんけど、場所が決まってるので各アーティストごとそこに行って鑑賞という感じです。で、すごいアーティストごとの入れ替えがあるので居座ることができます。その後ろ黄色の部分が立ち位置指定エリアです。で、ここは申し込みとかは特にないねんけど、まあ、物を置いて場所取りとかそういうのは禁止になってます。足元にこう目印、多分フットポイントが置いてあったりとかするのかな。だから、まあ、そこに一人ずつポン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 ってなるように、でも出入りは自由やから、まあ、抜けたらそこに誰か入るみたいな感じでどん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 っていう感じです。で、その後ろにソーシャルディスタンスエリアというものが存在します。まあ、ここも事前申し込みとかはないし、まあ、足元になんか目印とかが置いてないから、まあ、自身でソーシャルディスタンスを確保してくださいって感じやから、まあ、友達、一緒に行ってる友達ぐらいやったら多分横並びで一緒に見るっていうのはできる感じじゃないかなと思います。で、その後ろにシートエリアがあります。でも、ここは一区画3000円みたいな感じで売り出されてて、もう多分ここはもう売り切れてるんじゃないかな。で、ここは一応テント持ち込み可能やったりとか、まあ、一区画大人2名、子供2名までとなってます。で、ここを取れた人はもうテントとか張って、クーラーボックスとかシートとか椅子とかも OK なので、休憩所を自分たちの休憩所を作るみたいな感じでゆったり見ることも可能なんじゃないかなと思います。で、会場内、基本的に場所取りは禁止になってます。なので、場所取りはせずに、まあ、トイレ行って抜ける人がいるんなら、抜ける人はもう荷物全部持って移動みたいな感じでね、みんながこう快適に過ごせるように当日いてほしいなと思います。そして、このライブエリアでは必ずマスクをしておいてください。で、もう暑すぎてやばいっていう人はライブエリアから離れて、ライブエリア以外のところでは、人との距離がまあ確保できるのであればマスクを外していいよとか、確保できなくても会話をほとんど行わなかったらマスク外していいよとかがあるので、もしもうやばいってなった人はステージエリアから抜けて休憩を取るようにしてほしいなと思います。ライブエリアでの飲食は禁止となってます。まあ、水分補給のためのお茶とかスポーツドリンク、水とかは OK やねんけど、なんかお酒とかそういうものは一切ダメなので、お酒とか飲みたかったりとか、まあ、ご飯食べたかったらそれ以外のエリアでお願いします。そしてご飯食べるときは黙食を徹底してほしいなと思います。そしてこの会場は結構なんか森の中っていう感じやから、
虫がやばそうです。てか虫がやばいって書いてありました。なので虫除けスプレーとかかゆみ止めとか持っていくとすごい便利かなと思います。再入場は自由です。入退場は自由やから、なんかフラッと外に出ることもできんねんけど、多分会場周りにな、何もないのよね。だから、みんな多分、一回入ったらずっとその中にいると思うねんけど、もうとにかく、虫刺されとかには気をつけてほしいなと思います。もう一回刺されたらさ、もうなんかライブ楽しいけどかゆいみたいなさ、感じすごいやん。だからそういう対策もな、みんなしっかりしといた方がいいかなと思います。そして帰りは帰省退場になってます。終演までしっかりライブを楽しんだ人は帰省退場でしっかり帰ってほしいなと思います。でこの時もすごいバスの待ち時間とか結構あると思うから、次の日とか何かその帰りのバスが電車がっていう人は早めに早めに行動するのをおすすめします。初めて行われるフェスやから多分行ってからもあれができひんこれができひん、こんなことなってんのとか多分結構あったりすると思うねんけど、まあそれもなんかワニマと一緒にこのフェスをあなたが作り上げるんだよっていうね気持ちで、あこういうとこあったよなって数年後に笑い話になると信じて、ちょっとそこもね楽しんでほしいなと思います。メンツは超豪華です。ライブエリアも規模がそんなにでかくありません。だから意外と近くで見れるんじゃないかなと思います。第1回のこのワンチャンフェス、記念すべき第1回に行くあなたたちはめちゃくちゃ誇らしく楽しんで帰ってきてほしいなと思います。ということでマミでした。ほなねー。